ジェフ・エメリック、ジェフ・エメリック、ジョフリー・ジェフ・エメリック、1946年12月5日から2018年10月2日は、イギリスの音楽プロデューサー及びレコーディングエンジニア。彼のキャリアで最も有名な作品には、ビートルズのアルバム、リボルバー、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド、ザ・ビートルズ、アビー・ロードと、ポール・マッカートニーウィングスのアルバム、バンド、 オンザランがある。ジェフ・エメリックが最初に務めたレコーディングスタジオは EMI ロンドンスタジオで15歳の時にアシスタントエンジニアとして入ることになった。そしてビートルズの担当エンジニアだったノーマン・スミスのアシスタントとしてビートルズのレコーディングセッションに参加していた。彼が初めて参加したのは1962年頃でピート・ベストからリンゴスターへとドラマーが交代し、 最初のシングル、ラブ・ミー・ドを制作していた時期になる。そして、初期の数々のビートルズセッションでアシスタントを続ける、他、EMI レーベル内の他の仕事も、時々手伝うようになり、ジュディ・ガーランドのセッションや、EMI 側からの要請で、ホリーズのテストレコーディングなどへも参加するようになった。アシスタントエンジニアから、チーフエンジニアへの昇格は、1966年に、イギリス国内で、 ナンバー1ヒットとなったマンフレッドマンのプリティフラミンゴのエンジニアリングを担当たことがきっかけとなっている。チーフエンジニアだったノーマン・スミスが新人アーティストのプロデュース業も行うようになり、ビートルズだけに専念できなくなってきたため、ジョージ・マーティンの希望でその後釜としてジェフ・エメリックが抜擢された。1966年発表のアルバムリボルバーのレコーディングが チーフエンジニアとしては、初めてのビートルズセッションへの参加となる。リボルバーに収録されている、トゥモローネバーノーズが、ジェフ・エメリックにとって、ビートルズ作品で最初にエンジニアリングを担当した曲であるが、ジョン・レノンの、ダライ・ラマが、チベットの山頂から説法をしているような歌の、聞こえ方にしてほしいという抽象的な要望を、実現させるために、レズリー・スピーカーを駆使したコーラス効果な、 様々なエフェクトや録音方法のアイデアなどを考案した。これがビートルズのメンバーとジョージ・マーティンに気に入られ、この時に開発した手法はビートルズの中期以降の作品におけるサンド作りの出発点となっている。Tomorrow Never Knows では曲の後半にかけてボーカル以外のバッキングトラックもレスリースピーカーへ送り、ワンコードでペダルノートに近いコード進行の曲に対して 斬新なアプローチでエンジニアリングするなど、当時のポピュラー音楽の手法に様々なアイデアも持ち込んだ。他にも、リボルバーでは、g o ト d to Get You into My Life における、オンマイキングで収録された、ブラスセクションのサウンドや、同様にドラムズのバスドラムに対して立てられる、マイクルフォンも、オンマイクで設置し、タックスマンで聴けるようなアタック成分を強調した、音を作るなど、 それまでのエンジニアリング手法をどんどん変革していった。その後はアルバムサージェント・ペパーズ・ロンディー・ハーツ・クラブ・バンドのレコーディングセッションでも様々なアイデアをもとにした手法でエンジニアリングを行った。当時は4トラックのテープレコーダーしかなかったため、スタジオのケンタウンゼントと EMI の技術陣の協力のもとで複数台のテープレコーダーを 同期運転させる技術的方法が具象化されたかで、バッキングトラック以外のオーケストラや、その他の楽器をもう一台のテープレコーダーと同期運転させながら多重録音したり、その同期運転の技術を応用し、ルーシー・イン・ザ・スカウィズ・ダイヤモンズで聴くことができる、テープ・フランジングや、オッドなどの方法を使って、制作作業に参加していた。ザ・ビートルズの頃になると、 EMI ロンドンスタジオ内の第1、第2、第3スタジオと同時並行でのレコーディングが行われたため、すべての曲に参加することはなくなったが、アルバム、アビーロードでは同僚のフィル・マクドナルドと共に、ジョージ・マーティンの元、レコーディングセッションに参加した。ビートルズ解散以降も、ジェフ・エメリックは様々なレコーディングセッションにエンジニア、またはプロデューサーとして参加している。 1970年11月に発売されたバッドフィンガーのセカンドアルバムノーダイスのプロデュースを担当し1973年にはポール・マッカートニーウィングスのアルバムバンド・オンザン1978年にはウィングスのアルバムロンドンタウン1997年にはポール・マッカートニーのアルバムフレーミングパイへエンジニアとして参加している他にもジェフ・ベック エルビス・コステロのアルバム、インペリアル・ベッドルームと、オール・ディス・ユースレス・ビューティのプロデュース、アート・ガー・ファンクル、アメリカ、スーパートランプ、チープ・トリック、スプリット・エンズ、ナザレス、マハビシュヌ・オーケストラ、マシュー・フィッシャーの最初のソロアルバムジャーニーズ・エンド、ウルトラボックス、ネリー・マッケイの大きな賞賛を受けた2004年のデビューアルバム、ゲット・アウェイ・フロム・ミーなどがある。 ロビン・トロワーの最も有名なアルバム、ブリッジ・オブ・サイズでエンジニアを担当し、当時は、スリーブ以外では、アルバムジャケット自体に、スタッフ名がクレジットされることは、まだ中かっ、トロワーとプロデューサーのマシュー・フィッシャーと共に、その素晴らしい音作りから、アルバムジャケットにクレジットされることになった。2003年には、グラミー賞の特別賞として技術面で貢献した。 人物に贈られるテックアワードを生涯にわたる技術的業績に対して受賞している。これはジェフ・エメリックにとっては4回目のグラミー受賞となる。2006年にジェフ・エメリックは自身の回想録 Here, There, and Everywhere My Life Recording the Music of the Beatles をベテランの音楽ジャーナリストハワード・マッセイとの協著で出版した。日本では ザ・ビートルズサウンド最後の真実として、白夜書房から出版されている。2007年4月3日には、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドの現代のミュージシャンによる再録音が準備中であると報じられた。そのミュージシャンの中には、オアシス、ザ・キラーズ、トラビス、レーザーライトらが含まれていた。ジェフ・エメリックは、新バージョンを録音するために、 オリジナルの制作当時に EMI ロンドンスタジオで使用していたヴィンテージ機器を再び使用し完成した新バージョンの音源は BBC ラジオ2でオリジナルアルバム発売日からちょうど40周年に当たる2007年6月2日に放送された2018年10月2日72歳で死去する長年心臓に問題を抱えペースメーカーを使用していたことが マネージャーより公表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。